ミグ -21、マイナス21クロアチア空軍及び、防空軍のミグ -21BISD ミグ -21 は、ソ連のミグ設計局が開発した、戦闘機。多くの機数が生産され、世界各国に配備された。その翼系からソ連では、他のデルタ翼機と同様に、相性がバラライカと言われていた。北、洋条約機構の使用するコードネームは、 フィッシュベッド。ソ連で1950年代前半から開発された。開発にあたり、設計局では2つの系統の試作機を製作した。その内先に完成したいマイナスには、ミグマイナス15からミグマイナス17、ミグマイナス19と受け継がれてきた後退翼を持った機体で、ミグマイナス19から開発された後期の試作機とよく似た外見だった。一方、 もう一つの試作機、イマイナス4は、水平尾翼付き三角翼を持った新しい機体だった。このイマイナス4が、ミグマイナス21の原型である。イマイナス2とイマイナス4は、共に1955年に初飛行を行い、同年中に展示飛行も済ませ公に姿を表した。この時スホーイ設計局で開発されていた2種類の機体も飛行を行っており、 同じ年に4種類の試作機が産声を上げた。このうち、スホーイの試作機は、交代翼のスマイナス7とミスミツバサのスマイナス9に発展した。そしてミグマイナス19から正当的に発展した交代翼のイマイナス2は改良型も製作され、ミグマイナス23という名称で量産するという計画も出されたものの、結局は開発中止となった。 東ドイツ空軍のミグマイナス -21 回 -13、かつてジークムーンとイエーンの蒸気だったイマイナス4の発展型であるイマイナス5は1956年1月9日に初飛行を行い、その後ミグマイナス -21 という量産機の名称が与えられた。次の改良型であるイマイナス6は1958年5月20日に初飛行を行った。また、 E-6 の3号機は1959年10月31日25、25km コースにて時速 2388km という当時の世界速度記録を樹立した。その際の国際航空連盟への申請には E-66 という名称が使用された。この3号機は MIG-21 シリーズの最初の生産型である MIG-21F となった。 この機体の並走は、基本的には2門の 30mm 機関砲と、ロケット砲である。E-6 の開発はさらに続けられ、1959年に、初飛行を行った E-6T と呼ばれる機体は、新しい K-13 赤外線誘導空、対空ミサイル2発を搭載した。この K-13 は、アメリカ合衆国製の AIM-9。 B 赤外線誘導空対空ミサイルのコピーで独自に発展し、後には改良型の R-3S やレーダー誘導型の R-3R などを生み出し長らく東側の標準的兵器となった。この K13 を搭載する機体は、ミグ -21 回 -13 として量産に入り、初の本格的な生産型となった。なお、 ミグ -21 回 -13 は、ミサイルの搭載に伴い従来2問あった、機関砲を1問に減らしている。記録機として開発された E-66A は、ロケットブースターを搭載し1961年4月28日に34,714メートルという、絶対到達高度の世界記録を樹立した。東ドイツ空軍のミグ -21PF 前。 天候戦闘能力が必須となってきた1950年代後半から1960年代にかけて設計局ではミグ -21 に本格的なレーダーを搭載する改良系を開発していた。ソ連ではそれまでミグ -17PF、17 PFU やミグ -19P、PM といった迎撃戦闘機を有していたが、これらはいずれも能力に限界のある。 イズムルートレーダーを搭載しており、ミグ -21 では新たな装備方法で全く新しい形式のレーダーを搭載する必要に迫られていた。この課題に対する試作機には、イ、e、-7 という名称が与えられた。そのうち初めに設計されたのは、ミグ -21×-13 を回収したミグ -21P-13 で、最終的には、 操縦席後方に膨らみを設けて燃料搭載量を補ったミグ -21PF が初の量産型となった。ミグ -21 の開発はこれ以降レーダー搭載型が主となった。ミグ -21PPF の搭載したレーダーは TSD-30TP と呼ばれている。当時完成していた機材の中では最新型のもので、 スマイナス9迎撃戦闘機に搭載された TSD-30T あるいは RP-9U と呼ばれるレーダーと基本的には同一のものである。指令誘導システムの追加により MIG-21P-PF では従来の K-13 空対空ミサイルに加えコマンド誘導方式の RS-2US 空対空ミサイルが搭載できるようになった。大型機のス9では TSD-30 レーダーステーションは比較的無理なく搭載されていたが、ずっと小型の i g -21 への搭載には困難が伴った。機体構造は大きく見直され、機種は大型レーダーの搭載に従い太いものに変更され、機器や燃料タンクなどの搭載場所の不足から、背部の膨らみは大型化された。 チェコ空軍のミグ -21MF ミグ -21PF は、その後ミグ -21PFS やミグ -21PFM などへと進んでいった。これら、第二世代機と呼ばれるシリーズに対し、1960年代半ばには、第三世代と呼ばれる機体が登場した。その初めの機体は、ミグ -21R である。これは当初は、 ミグ -21PF 型の機体に隠し偵察コンテナを搭載する戦術偵察機で主として生産されたのは背部の膨らみを大型化し主翼化パイロンも4箇所に増設した新しい機体である。偵察コンテナは作戦任務に応じて昼間、夜間、電波の3種類が用意されていた。その後、この機体をもとにミグ十一 s やミグ十一 s m、IG、SM と いった1960年代後半から1970年代にかけてソ連の航空戦力の主力を担った戦闘機型が生み出された。また、ミグ -21SM をもとに輸出向けのグレードダウン型としてミグ -21M が開発、生産された。その後、ソ連国内向けにより高性能なミグ -21 ビスが開発されると、 ソ連型ミグ -21SM と同等の能力を持ったミグ -21MF や改良型のミグ -21MF-75 などが開発され輸出されるようになった。キューバ空軍のミグ -21 ビスラザー1971年に初飛行したのがミグ -21 シリーズの一つの完成型となった第4世代機ミグ -21 ビスである。 これはさらに大型化した背部の膨らみを持ち、ミグ -21 としては最も高い能力を付与されていた。また、ソ連のアフガニスタン侵攻では主力戦闘爆撃機として多数が投入された。ミグ -21 には各世代に対応する複座の高等練習機として使用される教育訓練戦闘機型が製作された。この複座型は レーダーや兵装を取り外した純粋な訓練機である。ため、機種は最後まで細いままである。主翼下のパイロンも2箇所のまま増設されなかった。主なものとしては、ミグ -21U、ミグ -21US、ミグ -21UM などがある。これらは、戦闘機型のミグ -21 の退役後も、各種試験に用いられ、 また専用の高等練習機として使用が続けられている場合がしばしばある。なお、NATO コードネームは戦闘機型と異なりモンゴルである。ミグ -21 を運用した国ミグ -21 シリーズは、ソ連をはじめ東欧、中東、アジア、アフリカを中心に世界各国に配備された。生産はソ連のほか、チェコスロバキア、インド、中国、 独立後のグルジアでもなされ、特に中国では二十一世紀に入ってもしばらく生産が続いていた。また中国では戦撃七型すなわち同国製ミグマイナス二十一の発展型である第四世代戦闘機である j f マイナス十七や j l マイナス九が開発されている。ソ連時代のバリエーション機はレーダーの探知距離が短く目標追尾機能を持たないので、 射程の長いセミアクティブレーダー誘導ミサイルを装備できない。また、機種の狭いスペースに収容するためアンテナの作動範囲も狭い。これは、地上の管制システムに迎撃や後方の指示を受けるという前提のもと、レーダーなどは簡略で良いとされたためである。性能面では、機動性能が優れているが、操縦性は悪く、特に低空で操縦性が悪化するほか、 一秒あたり90度以上のロールを与えると回転が止まらなくなるというほど操縦が非常に困難な機体とされている。これは後期の機体でも完全には改善されなかった。ミグ -21 はソ連製だけでも各方合わせて1万機以上という超音速機としては他に例を見ない数の機体が生産されており戦後世界で最も成功した戦闘機の一つである。 改良を重ねながら、これほどまでに長期にわたって生産された理由としては、後継機たるミグ -23 がミグ -21 を全面的には量ができなかった点も挙げられる。実際、ミグ -19 譲りのミグ -21 の格闘性能は非常に高く、これを全面的にしのぐ機体はアメリカの F-16。16 そしてミグ -29 の登場を待たねばならなかった。2019年現在でも世界各国の空軍に配備されており近代化改修を行った機体をはじめとして今後も多数が運用され続けられると見られている。またミグ -21 は超音速戦闘機としては他に類を見ないほど構造が簡単で維持しやすいためより大型で近代的ながらも 維持の難しいミグ -23 やミグ -29 などの新世代機を、あえて退役させて、ミグ -21 に統合した国もある。これは、冷戦後の軍縮の一つの典型と言えよう。ミグ -29 やミグ -23MF を退役させて、ミグ -21 ランサーを残したルーマニアや、ミグ -23MLD などを退役させて、 ミグ -21 ビッサウを残したブルガリアなどがこれに当てはまる。一方、ミグ -21 は機体の規格がまちまちで、その点では整備に支障をきたしやすい欠点があるとされている。ルーマニアでミグ -21 を近代化回収する際、部品、規格等の統一が最重要回収点の一つに挙げられていた。また、 アメリカやヨーロッパといった西側諸国の一部の国でも、兵器類を取り外して払い下げられた機体や、練習型など、非武装タイプの機材を個人が所有し、娯楽目的で飛行させているケースもある。独立戦争の記念碑となっている、クロアチア空軍及び、防空軍のミグ -21 ビスラザーミグ -21 の使用された、主な事件は、以下の通り。特に、 ベトナム戦争では、優れた速度や上昇力、そして小型で、敵に視認されにくいことを生かした、奇襲攻撃で、たびたび、アメリカ軍の戦闘機を撃墜している。ミグ -21 は、その運用国が多いため、この他にも多くの紛争や内戦に使用されている。クロアチア空軍及び、防空軍のミグ -21、BISD 近代化改修案は、 各国から出されているが中国を別とすれば、ロシアのミグ -21 の93やミグ -21 から 93i、ミグ -21 から98、ミグ -21k、ルーマニアのランサー i、2、3、イスラエルのミグ -21 の2000が主なところである。このほか、チェコは運用する自国のミグ -21mf を、 NATO 標準に合わせたミグ -21MFN に回収している。チェコではより高度な近代化回収を行う計画もあったが、結局スウェーデン製のグリッペンを導入してミグ -21 を代替することとし、ミグ -21MF には最低限の回収しか施されなかった。また、ウクライナでも近代化回収機が開発されている。同国では、 海外の運用国の機体の回収や定期点検も受け持っている。は、製品番号をここでは、主な形式のみの記述に留める。詳細は、各項目を参照。ロシアのミグ -21 回東ドイツのミグ -21M ソ連のミグ -21SM ポーランドのミグ -21MF 現代の戦争を扱ったゲームには大抵登場する。 広報班2014年2月号。ありがとうございます。